お疲れ様です。めいめいチャンネルに来てくれて、ありがとうございます。今回は、アトランティスの謎ですが、ブラックホールの面で、何かできないか?やってみました。おまけで、通常では絶対に行けない面もプレイしてみました。では、ひとまずブラックホールのある、42面に行きますよ。途中までは、最短クリアルートと同じですね。ここを通過して、次の扉に入ります。ここで、自爆しますねークリアルートは、この床の左端で自爆しますが、今回は、このまま次の面に行きます。この隠し扉に入ります。すぐに、戻ります。なぜか、この扉が、42面なんです。ということで、到着。ブラックホールと書かれていて、最初から死亡音が流れますね。爆弾を投げたり、横にずれたりできますが、ひたすら、死亡するだけ。むちゃくちゃなゲームですよね。左に投げてみた。ジャンプできた。といった感じの42面でしたが、まさかジャンプできるとはねー。何度かジャンプチャレンジしましたが、結構できますねー。ということで、ゾーンセレクトを入力して、通常では、いけない面をプレイしてみます。まずは、55面ですねー。到着。宝箱と、アイテムがありました。特に理由はないけど、一旦死んでみました。扉に入ると、これまた通常ではいけない59面になります。右の扉が気になりますねー。いけるかな?死んじゃった。ようやく入れまして、69面になりました。もう、戻れない感じですねー。この面の逆から来れるかなー?ちょっと、行ってみましょう。
これは、戻れませんねー。ということで、55と59は行き来できそうだけど、普通には行けない面なのは、確実ですねー。では、再びステージセレクトを入力して、もう一つの行けない面、84面に行ってみましょう。今回は、全ステージ、チラ見できるかも。ようやく来ました、84面。やはり、戻れないようになってますねー。ついでなので、最後まで見ていきましょう。扉に入っちゃった。ということで、84面に行きつつ、全ステージ、チラ見でした。この100面は、セレクトをしてもステージ移行しません。なので、ステージセレクトの技を使用したら、進むしかないので、要注意ですねー。来たついでに、練習してますが、やっぱり難しいですねー。ということで、今回は、ブラックホールの面で、まさかのジャンプ可能ってことと、ステージセレクトの技でしか行けない面、55、59、84面をプレイしてみました。最後まで、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価いただけると、励みになります。次回も、ゆっくり見ていってね。